最近大悟くんとか家庭うまくいってないらしいんで大悟くんに行ってほしいと思います。ゆずれ、ゆずれの絶対ゆずれの。いや、もう僕はもう大悟くんに行ってほしいと思う。今嫁はわしと外あるかん。大悟どっちと行ったら嫁と銀座さん。どっち、そっちどっち、そっち、そっち、今選べ、今選べ、嫁か銀髪さん。どっち、金髪ターさんと行ったらわし頭おかしい。金髪ダンサーの気持ち考えてやれよ。金髪ダンサー。スキャンダルボーイ、ダンゴスキャンダルボーイとしては誰と行くんですか。スキャンダルボーイ。スキャンダルボーイとしては、ね、スキャンダルボーイ、それは奥さんと行きますよ。行けるんですか。行けます。行っていただけるんですか。行っていただきます、行っていただきます。すいません、ちょっと、はい、なんかあったんですか。知らんねんだと。知らんねんだと。説明してあげて。あのね、金髪ダンサーと問われたんですよ。そうなん、そうなんですよ。大悟もね、かなり反省はやっぱしてるみたいです。そりゃそうなりますよ。だってこの、突撃されて、その取材された日がたまたまバラエティ番組のね、斎藤もいて、さあオープニング撮ろうかっていう時、大悟来なかったんですよ。で、マネージャーが電話したら、ちょっともうすぐ着くから待っていてくれって言われて、なんか泣きそうな声で、オープニングね、もうさあ撮ろうかっていう時にブワーってすいませんって来て、今記者に突撃されとんじゃ。この前タクシーで一緒に乗ってきた。一緒に記者の人が来た。でもうね、反省しててげっそりして、顔も真っ赤で目も真っ赤なんですよ。俺最初金目鯛が来たから。許してもらえたんですか。嫁は、まあそうですね、まあ許すというか、まあ、まあとりあえずもう死ぬ気で笑いに変えてこい。